보지 마. 응고 살아 있네. 예. 가요 TV 시코 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 시코. 너도 はい、今日のファッションのテーマは初夏のイタリアのおじさんです。여러분안녕하세요。おお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 おあるイケメンがいましてね、そのイケメンの方をお祝いするためにわざわざ有給休暇を取得しました。それで今日はね、美味しいものでもご馳走しようかなと思っております。まあとりあえず今現金がないんで銀行にお金を下ろしに行こうと思います。イエ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 イ。あーしようね。Oh, no pain, no gain, no pain, no gain, no pain, no gain. Hey, 就職おめでとう。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。就職するにあたって抱負を語ってください。じゃあまず、はい、就職して、はい、これ元気が出る薬いる？あ、いります。もちろんです。いやいや、あげませんよ、あげませんよ。あって必要ないでしょ。サラオヌ南方線ユウスケチコンド。カエルの唐揚げ、ケグリよケグリ。熱い。うん。カエルの骨だよ。はい、ホルモンラーメンです。なんか優しい味だけど、あっさりしてるけど、はい、結構味がしっかりしてて、出汁がしっかりしてて、ホルモンの正直ね、薄いって言えよ。薄いだろ。薄いっす。まあ、ゆうちゃんやっぱりね、こっちの台湾ラーメンの方がしょっぱくて好きらしいっすわ。さすが名古屋人やね。ゆうちゃんこれさ、一気に食うとむせるやんか。ちょっとこれむせる食い方やってみて。これがね、名古屋人の
むせる食べ方です。これがまたいいんですよ、これが、ね、むせるのが嫌だ。カンボジアのマッサージ行きたいな。僕的に思うと、まあ、精力的にまずニンニクが一番、ニンニクが一番で、その次が玉ねぎ、玉ねぎ、豚肉です。しかもなんかニンニクと玉ねぎ、豚肉一緒に食べると一番、これ本当です、マジで。だから絶対チャイエス行く前は、まあ、ニンニクと玉ねぎと豚肉を炒めるんですよ。なんで精力つけてマッサージ行くわけ？それが理解できんだけど。行くからね、やっぱりつけて万全の状態で。なんで疲れたでマッサージ行くんじゃないの、普通は。ねえ、ちゃうの？ねえ。味仙食った後はアイスクリーム必須だよ、ちゃん。ちゃん。全部うまそうやな。タワーもおこしっぽ。もっちゃーもっちゃーまにもっちゃー、くせよん、いただきます。うん、コンビニのタルト全然違います。そりゃそうや、500円もしないでこれ。うん、コーヒーと一緒にゆっくり食べるべきでした、これ。もったいない。でーらうまいんでい。ゆうすけさん、いいもん見つけましたね、これ。これ気になるね。気になりますね。ドン。絶リムスコブラ。ドイソー。はい。ゆうすけウォンシャポゴシポポゴシポポゴシポ。ゆうすけウォンシャポゴシポラララララララ来ましたね。来た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 かね。見てこれこれこれ、みんなこれ飲んでどこ行ったんやろって話ですよ。7トゥルセッチャルカップ、ワインとビール頼みました。サルーサルー。うそ、マジでワンシャした。大丈夫大丈夫大丈夫です。すごいね。そう、これワンシャするもんじゃないんですか。え、ゆっくり飲もうと思ったんや。ほんと、いつもの癖が。じゃあユウスケはね、飲んでた俺も飲まなかよね。じゃあサル早早おこれやばちょなんかウォンシャスしなきゃいけないかなと思って。でもゆうちゃんビールよりワインの方が好きだよね、多分。間違いないないね。あ、ほんと。ビールはマーシャ無理ですもん。あ、ちょっとかっこよくさ、ゆうちゃんインスタ映えっぽい写真お願いしますよ。はい、平日の昼から酒飲むって最高やね。最高ですね。なんかのんびりできていいね。あんた今正直言ってみ。正直ですか。どこ行きたいんや。いや、ちょっと今気分めちゃめちゃ良くなって、うん、やっぱり気分良くなったら、うん、マッサージ行きたいですね。マッサージ行きたいの。本当になんかハングル見つけたんでここ行ってみようと思います。はい、マカロン屋さんでした。はい。なんか可愛い花屋さん見つけちゃいました。ちょっと見てみましょう。はい、バラ買いました。はい、じゃあこれあなたのお母さんにプレゼントね。いや、ありがとうございます。絶対喜ぶと思います。本当、産んでくれてありがとうって言いなさいよ、ちゃんと。わかりました。はい、わかりました、はい、花が似合ういい男だね。1万円あげるからな。このマッサージってちょっと楽しんできて。ありがたいです、ね、あ、最高ですね。この花はあのマッサージの女の子にあげちゃダメだからね。わかりました。あなたのお母さんにあげるのかね。わかりまし た, かった。頑張れ、我慢します。はい、じゃあまた後でね。はい、はい、お願いします。
じゃあね、ゆうすけがマッサージ行ってる間、僕はヘルスにでも行こうかな。